マンダー・マンニンガーは、オーストリア・ザルツブルク州ザルツブルク市出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。マニンガーと表記されることもある。オーストリア・ブンデスリーガに属する SV ・アウストリア・ザルツブルクで18歳の若さで、プロ契約を得るものの実績は残せず、オーストリア三部のクラブに、レンタルされる。しかしレンタル先での活躍が認められ、 オーストリアブンデスリーガのグラーザー AK に移籍。同クラブでの国内リーグ及び UEFA カップでの活躍がプレミアリーグの名門アーセナル FC のアーセン・ベンゲル監督の目を引き、1997年に20歳で移籍。当時ナンバー 1GK であったデビッド・シーマンの控えだったが、シーマンはすでにベテランの域に達しており怪我で、プレミアリーグもたびたび長期離脱したため、 プレミアリーグ及び FA カップに出場し、双方で優勝を果たした。2001年にレンタル移籍したアッコフ・フィオレンティーナでは定位置をつかんだ。その後は RCD エスパニョール、AC トリノ、ボローニャ FC などでプレーしたが、ポジション確保には至らなかった。2005年に母国のレッドブル・ザルツブルクに移籍するが、2006年に就任したジョバンニ・トラパットーニ監督が、 ライバルのティモークスを政治 EK に指名したため AC シエナにレンタル移籍。セリエ A に舞い戻った。シエナではポジションを確保し2年連続で残留に貢献した。レンタル期間終了となった2008年6月30日に一旦レッドブルザルツブルクへ復帰。しかしクラブの構想から外れたため7月16日にウディネーゼカルチョへ移籍する。 しかし、ウディネーゼに移籍してから2ヶ月後になる8月5日には、リーグ首位のユベントス FC へ4年契約で、完全移籍した。9月22日のカリアリカル初戦で、ジャンルイジ・ブッフォンの負傷によって、途中出場した。当時のブッフォンは、負傷が多かったため、リーグ戦で16試合に出場した。2009年末、ブッフォンは、左膝半月板を手術。それ以降は、 チーム成績は振るわなかったものの代役を見事に務め、ガゼッタデロスポルトからセリエ A 前半の最優秀 GK として表彰された。2010年もブッフォンは負傷に悩まされたが、マルコ・ストラーリが加入し、第 3GK に降格。リーグ戦での出番はなかったが、UEFA ヨーロッパリーグでは出場機会を得た。2011から12シーズンはブッフォンが久々に健在で、 出場機会が訪れなかった。チーム9期ぶりのスクデット獲得並びに、セリエ A で20期ぶりの無敗優勝を見届け、契約満了によりシーズン終了後に退団した。その後は3ヶ月間無所属が続いたが、2012年11月21日に、シモン・イエンツュの負傷で、政治系を探していた、ドイツ分デスリーガの FC アウクスブルクへ移籍した。 当初は1年契約であったものの、最終的に2016年6月まで延長された。2015年夏の時点では、ドイツブンデスリーガの最年長選手であった。2016年7月、イングランドプレミアリーグに属するリバプール FC に移籍した。2017年5月25日、現役引退を発表。ありがとうございます。